豚ニッキーですね。焼けました。いい色じゃないのこれね。はい、皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつももたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。シブル、本日はですね、ちょっとビタミン B 食って元気出そうかっていうことで、こいつですね、よくねスーパーで売ってる生姜焼き用の肉、321円、1234567 8ですね、ということは市価32、1枚40円ぐらいですね。はい、これ使ってね、ニンニクケチャップでね、ちょっと味付けしていきたいと思います。それではですね、本日も早速薬局始めてまいりましょう。それではですね、まずね、ベキャツですね、添え付け野菜ね、作っていきましょう。ちょっと汚いとこはね、スコルバキンコロンカラックスですね。はい、ガッツリの下に入れちゃうね。はい、潰す。あとは千切るだけです。それではね、切っちゃいましょう。はい、キャベツ線ですね、切り終わりました。はい、お皿の方にね、キャベツ線ね、ぶっ込みました。あとはね、キュウリとかね、バッツリーノスケとね、はい、飾っていただいて、トマーティーですね。はい、トマーティーね、はい、これもスコルバキックスですね。こんな感じで切っていただいてね、はい、バッツンバッツンバッツリーノスケとね、こんな感じになりました。あとはね、肉焼いてここに盛り付けるだけでございます。はい、例えばですね、フライピンコーナーの方にやってまいりました。フライピンですね。はい、アビーリ引きましょうかね。バッツリはこんなもんでいいかな。はい、そうしたらね、天下一発ですね。はい、火をつけてフライパンを温めましょう。ブルーですね。はい、あとはね、なじませて肉を焼くだけでございます。フライパンですね、油なじんだところでね、1枚80円ぐらいのこの豚ニッキーですね。はい、俺これ結構分厚いね、なんかね。はい、3枚ぐらい合成にいっちゃおうか。3、4、12、120円っすよね。それからキャベツ線、トマトのかけら、キュウリのかけ入り、これ入れてもね、まあ、大して高くはないんじゃないでしょうか。だけど贅沢感いっぱいで仕上げてまいりますよ。はい、バッツンバッツンですね。はい、それではね、おニッキーの方を焼いてまいりましょう。はい、お肉の重量の 1% のお塩ですね。はい、パッタパラリラとね、上の方から振ってまんべんなくね、3枚に行き渡るような感じね。はい、ひっくり返していい感じに焼けたんじゃないのこれ。もうもうこれだけでも美味しそうですよ。で、これ完全に火が通ったらね、ソースの方作っていきたいと思います。はい、いい感じでね、豚ニッキーですね、焼けました。いい色じゃないのこれね。はい、別皿に移しておきましょう。今ね、火止めましたよ。この肉汁とね、このアビーリがうまいんじゃないんですかっていうことですよね。はい、そしたらね、おろしニンニク一かきですね。一かけらおろしていきます。ね、今火止まってるよ。ね。はい、こんな感じで、バツンバツンツッツリーノスケですね。パン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 チューティーと。愛しのパンチューティーどこに行ったんだいーっていうことで、あれ、バンチューダじゃないですかみたいなね。話、だんだんなんかパンチューティーって何ですかみたいなね。感じですよね。はい、こんな感じでね、ニンニク油、ね、作りましょう。これ弱火でね、いきましょうね。ニンニク一気にね、真っ黒黒漬けになるとね、トトロが悲しむんでね。はい、こんな感じでね、バツンバツン、いい焦げ目みたいなね、ニンニクもいい感じになってまいりました。はい、そうしたらね、もう一回火止めようか。ね。はい、お茶っぴーケチャッピーね、これ好きなだけ。ね。ソース作る分だけ。バツンバツンバツン、リーノスケですね。はい、ウスターソーシー、ね、ちょい、ちょいと。ね。ケチャップの5分の1程度でいいかな。はい、そしたらね、弱火でね、このケチャッピーお茶っぴーのね、水分を飛ばしてね、こってりカンカンにしてきます。ぴったしカンカンあったよね、昔ね。あ、面白かったですね。はい、これちょっとね、跳ねたりするんで気をつけてくださいね。寄せてね、うん、混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜ D の付けですね。
はい、グッツングッツングッツでいいのですけど、ね、こんな感じでね、トマトケチャッピー&ウスターソーシーですね、ややね、煮詰めることによってね、なんていうのコク深くなりますね。はい、こんなもんでいいかな。はい、そうしたらね、はい、おにっきりの方を戻してね、弱火でいいっすよ、ね。はい、ソースをカラメリーナですね、カラメリーナね、なんか卵から生まれたなんかいらっしゃいましたよね、なんかカルメリーナ的なね。はい、こんな感じでもう肉火取ってるんでね、ソースをねまぶすだけです。なんかこれポークチョップでやんじゃねえのみたいな感じですが、まあとりあえずニンニクケチャップ焼きとでも言っておきましょうかね。はい、オッケーオッケー、ベリーオッケーです。はい、これ盛り付けてね、もうバックンバックンパックマンで食っていきましょう。はい、それではですね、豚ニッキーですね、どんな感じでいくか、こんな感じでいく、こんな感じでドンとドンとですよ。で、この残ったタレもね、全部かけてしまいますよ。はい、タレ、タレですね。最後にヨマネーズをね、ちょっと添えさせていただきますか。この辺がいいね。パッカリーノスケと。とね、ちょっとさ、三四十に120円プラス、何 ?50 円かかってないと思うけど、こんなにゴージャスになっていいの、ごちそうですよ、これ。もう今晩の晩飯、これに決まりだね。それでは、テーブルの方に行って、食してまいりましょっぷる。はい、例えばですね、テーブルの方に、豚肉のニンニクケチャップヤッキーですね。ヤッキー&ボヤッキーね。昔からよく言ったもんでございます。言ってないから。はい、ということでね、早速焼きね、食してまいりましょう。これもううまいの分かってんからね。いただきます。ごめん、それマヨネーズやんけー。すいません、いただきます。うん。やっぱね、山登りにはマヨネーズ1本持ってけばいいね。結構カロリーあるんでね。はい、いただきましょう。このレーターがもう、たっくん、たっくん、たっくん、リーノスケですよ。愛しのたっくん、どこに行ったんでいい。いただきます。あこ、まっ、いただきます。うまいね。このややニンニクをなんかこう油で炒めて、その香りがケチャップに移ったその感じ、最後これ売れるな、きっと売れるって言います。いただきます。届き飯。いやー、まじもうまじまじうまいんですよ。たまんないですね。この梅雨時ね、日照時間が短いせいでビタミン B が、それビタミン D のことだけどね。この鬱陶しい梅雨を吹っ飛ばすためにも、こうガーッするとね、ケチャップをこう少し水分を落とすことによって肉に乗りやすいみたいな感じになるので、ぜひね、お楽しみください。はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかないご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ね、お安いアメリカ産のね豚肉の生姜焼き用のお肉を使ってね、ニンニクケチャップ焼きね、これやってました。簡単なんでね、ぜひお試しください。一人暮らしの方でもね、3枚ずつラップくるん冷凍しようって、ああ久々に今日はちょっとまかないのポークチョップ的なやつやってみようかなみたいな感じでね、もう一食一食が楽しみになること間違いなしでございます。はい、一人暮らしの皆さん、これからも簡単なお料理、美味しいお料理、栄養のあるものね、ガツンガツンズリリングとねやっていきますので、よろしく。スコルバティックスでございます。それでは失礼いたします。もう豚肉、ニンニク、ケチャップ、やーでも最後だ。じゃあね。